誰ぞ、クラーボも学校名式、清盛、ビクミ、シミ、キョウ、はっ、ザその戦が怨念を生み、怨念が妖を生むか、御霊を鎮めたまえ。弁慶が武具ではなく、まれびとを見つけてくるとは。半妖として生まれた私を迎え、武芸百般を授けたのは、鞍馬山に住む妖たち、そして私の刀を狙って現れた弁慶は、互いの命を預ける分身に。源の九郎判官義経、霊石に見入られた平家を滅ぼし、源氏に伝わる妖を打つ刀を手に、必ずや世に平安を取り戻してみせよう。それを後押しするは、新たなまれびとの光。同じ光を持つ者よ、女性に感謝する。